セナ様、少々よろしいでしょうか。なんだ、やっぱ張り込みが嫌になったのか。いいえ、ノグ。ビッグベン・アンダー・ザ・スカイをも厭わぬ覚悟は少しも揺らいでおりません。いや、なんでしたくなる前提なんだよ。ビッグベン・アンダー・ザ・スカイって、本当にそう言って欲しかったわけじゃねえんだが。じゃあ何なんだよ。首なしライダーの容疑は殺人だと伺いましたが、あの峠道で殺人事件は起きているんですか。いや、俺の知る限りは起きてねえな。では他の場所ではどうなのです。確実なのが一件、可能性がありそうなのは十数件ってとこだ。なるほど。そうなるとあの峠道で全く殺人を犯していないのはちょっと不思議ですね。ああ、言われてみれば確かに妙だ。もう2年近く首なしライダーを追っかけてるが、目撃証言が急に増えたのは半年くらい前からだ。あの峠道でもそうだが、頻繁に目撃されてるってのに、俺の知る限りだが殺人事件は起きてない。おやすさんの事件には上から圧力がかかってる。その出所がどこからかはわからねえ。警察組織に影響力を発揮できることを考えると、例の FOAF が絡んでる可能性は十分にある。だとすると、首なしライダーの起こした事件自体が隠蔽されちまってるってこともあるだろう。だから俺の知る限りなわけだ。ただ公にならないように細工をしてるとしても、ゼロというのは変だ。事実、おやすさんの事件の後も首なしライダーの犯行だと思われる殺人事件はあった。目撃例が圧倒的に増えてるなら殺人も増えそうなもんだ。隠蔽されてるとしても、やっぱゼロなのはおかしい。少なくとも頻繁に現れるようになる前には俺がたどり着ける取りこぼしがあったんだ。それがゼロになってるってことは、何か特別な理由でもあるってことなのか。ダメだ、情報が足りねえ。どう理屈をこねくり回しても答えは分かりそうもない。首なしライダーの目的は一体何なのでしょうか。さあな、正直なとこ俺にもさっぱりわからねえけど、とっ捕まえてみりゃはっきりするさ。クリスティーンをガレージに入れて家の中に入ろうとしていると、ヨミがやってきた。よう、セナ。ちょうど学校から帰ってきたところらしい。メイドさんとのデートはどうだった？デートじゃねえし。頭にげんこつを食らわせてやった。いって、何しやがるこの暴力刑事め。自業自得だろうが。虐待されてるって先に言いつけてやるからな。虐待じゃねえ、愛の無知だ。絆を確かめ合う拳と拳のぶつかり合いだ。拳と拳じゃねえし。そんなやりとりを不思議そうに眺めていたマーヤが戸惑いながら訪ねてきた。あの、セナ様、こちらの方は。セナ様は一人っ子だと伺っておりましたけど。最近拾ってきた弟だ。はあ、拾ってきた弟さんですか。それはまた斬新な家族構成ですね。いやいや、ベタもいいとこだろう。乱闘騒ぎの後、雨が降りしきる道で段ボールの中で震えてるところを拾ったんだぜ。なるほど。そう聞くと不良漫画のテンプレートのごとき展開ですね。俺は捨て犬かよ。ところで学校はどうだったんだよ。ちゃんと友達はできたのか。同じクラスにリセがいた。え？リセはお前んとこの本部長の養子になったんだろ。同じクラスになるように仕組んだに違いない。ああ、本部長も粋な計らいをするじゃねえか。理性を養子にしたことといい、男だね。余計なことをしてくれたもんだよ。転校生が2人揃ってなんて目立ってしょうがない。けどよかったじゃねえか、ヨミ。愛する理性ちゃんと一緒のクラスになれてよ。ヒューヒュー、熱いね。子供かお前は。ヨミはすっかり呆れていたが、一瞬だけマーヤを見やると急に真顔になった。ちょっといいか、セナ。なんだよ、
校舎裏まで面貸しなってか。どっかの不良漫画かよ。瀬名様、私は失礼させていただきます。俺と差しで話したいっていう読みの意図に気づいて席を外すことにしたんだろう。今夜の張り込みに備えて私も用意をしておきますわ。しっかり仮眠を取っとけよ。かしこまりました。音すごいな。マーヤが扉の向こうに消えるのを確認してからようやく読みが切り出した。あのメイド信用しない方がいいぜ。こいつやったな、おい。やりやがったな、こいつ。無言で原骨を食らわせてやった。いて、何すんだよ。てめえ、能力を使いやがったな。いてててて、使ってねえよ。あの女が 何か企んでいることぐらい誰だって目を見りゃわかるって。ほんとか。嘘じゃねえだろうな。嘘じゃないって。瀬名が鈍感すぎるんだよ。バカ野郎、鈍感なんじゃねえ。ただ人を信じてるだけだ。そこがお前のいいところなんだけど、お人よしもほどほどにしとけよ。クソガキめ、名前言うんじゃねえよ。もう一発げんこつを食らわせておく。いってえ。頭はやめろよ。いくつ脳細胞が死ぬかわからないだろう。いらない。実にいい湯加減だな。だから髪を下ろすのやめて。違和感すげえから。湯気に包まれた広々とした浴室、ドーム型の天井の下にはプールみてえなでっかい湯船。我が家の風呂はどっから見ても古代のローマ風呂っぽい。これが旅館の大浴場だとしたら満点に近いけど、個人宅の風呂としてはどう考えてもやりすぎだ。なんたってライオンの口から湯が出てるし、よくわからねえ女神像とかもあちこち立ってるし。ウィー、気持ちいい。それでも源泉かけ流しの湯が快適なことに変わりはない。今はちょっとだけ水を入れてぬるくしてるけど、まだ源泉かけ流しの範囲だろう、多分。首なし野郎との対決に備えて、短時間で熟睡できるようにぬるめの湯にゆっくりと浸かることにした。湯船の端にあるステップのとこまで移動して、半身浴のまま肩や太ももなんかを順に揉んでいき、体中のコリをほぐす。力を抜いて体をリラックスさせる。心もリラックスさせてえところだが、うまくいかねえ。体の底の方から勝手に闘志がたぎってきちまう。浴槽から立ち上っている湯気に首なしライダーの幻影が見えそうなほどだ。首なしライダーの目的はどうあれ、調子をこいてひっきりなしに現れてる今が野郎を捕まえるチャンスなのは間違いねえ。何があっても絶対に逃がさねえ。この手でおやすさんの胸を晴らしてやる。来たか。あ、読みか、このベタな展開。肩越しに振り向くと、風呂場に入ってきていたのは。ああ、終わるか。切るか、ここで。来た。でかっ。お瀬名がお流しいたします、瀬名様。ただ CV がおっさん。バスタオル姿のマーヤだった。ちょ、ば、な、何やってんだ、お前。向き直りながらステップから滑り落ちるようにして肩まで湯に浸かった。別にマーヤに見られないようにしようってんじゃねえ。万が一にもマーヤを見ないようにするためだ。ですからお瀬名がお流ししようかと。何があろうと湯船の中央を見つめたままだ。決して振り返っちゃいけねえ。流さなくていいからこっちに来んな。そう遠慮なさらずに。どう考えても足音が近づいてる。来るなって言ってるじゃねえか。そんなに何かを流しねえなら、灯籠かそうめんでも流しとけ。足音が近い。近すぎる。もう湯船のそばまで来ちまってる。いいえ、お背中を流させていただきます。ここで
例のきっぱりとした言い切りを出しやがったか。やっぱり強制力というか妙な迫力がありやがる。だが今回ばかりは引くわけにはいかねえ。世の中には絶対に超えちゃならない一線ってものがある。主人とメイド、上司と部下、教師と教え子、ジャックと豆の木、ヘンゼルとグレーテル、部屋とワイシャツと俺？自分でも何言ってんだかわからねえが、とにかく超えちゃなんねえ一線があるんだ。余計なことはしなくていいから、夜の張り込みに備えて、とっとと寝ろい！なぜか、マーヤからの返事がない。この間は一体何なんだ？それに、やけに長く感じる。かしこまりました。それでは、先に寝室に入って、ベッドを温めておきますね。マーヤの足音が遠ざかっていく。これで一安心だ。あ？おい、ちょっと待て。すかさずマーヤを呼び止めた。当然のことだが、相変わらずマーヤには背を向けたままだ。背を向けたまま。まさか、俺のベッドで寝ようってんじゃねえだろうな。そのまさかですわ。私、セナ様のお世話係ですから。そんなお世話しなくていい。お言葉ですが、そういうわけには参りません。いやいや、参るだろ。参らない理由は何だ？俺と寝ないと、参るがたまらねえってのか？正直お前が参ってくんねえと俺の方が参っちまう。俺は何を参る参る言ってんだ。もちろんマイレージポイントなどたまりませんが、セナ様と床を共にすると決めておりましたゆえ、私には就寝する部屋がございません。なんだよそんなことかよ。部屋ならいくらでも余ってんだ。どこだっていい。好きな部屋で寝な。え？どの部屋でもよろしいのですか？そのマーヤの声には信じられないという心の声も含まれてた。いかにも意表をつかれたって感じだった。そんなに驚くようなことか。まあ俺の気のせいって可能性もある。振り向けない以上マーヤの表情はわかんねえし。ああいいとも。俺の部屋以外ならどこでも好きに使っていい。本当にどこでもいいのですね。今度は声のトーンが下がったような気がした。いろいろ勘ぐっちまうのは振り向いて顔を見らんねえからか。それとも黄泉が信用しない方がいいとか、あの女は何かを企んでいるとか言ってたせいか。だがそんなことはどうでもいい。今この状況を打破することが最優先。企みだか匠の技だか知らねえが、そんなもん放置だ。男に二言はねえ。だから早いところ風呂から出てってくれ。承知いたしました。ありがとうございます、セナ様。マーヤの足音が遠ざかっていき、風呂場から消えた。ようやく解放されたか。危ねえ危ねえ。会ったばっかの女とベッドを共にするとこだったぜ。風呂で心を沈めるどころか乱されまくっちまった。もうこのことを考えるのはやめよう。タオル姿のマーヤも含めてすっかり忘れた方が良さそうだ。よーし、俺もそろそろ上がって一眠りつくか。アイゼンコーポレーションは世界有数の企業で、その当主は日本経済界の重鎮だよね。ええ、その通りでございます。当主にはたくさんの人の暮らしを守る責任がある。だからパパはすごく偉いんだ。死ぬ直前にはそれまでの出来事が頭の中に走馬灯のように蘇るって言うだろう。走馬灯ってのがどんなもんだかいまいちピンときてねえが、その表現で言いたいことはこういうことなんだろう。まあそもそも死ぬ直前じゃねえが、ずいぶん昔のことをガキの頃の目を通して見てる。夢の中で夢だと分かっていて見る夢を明晰夢という。夢夢お忘れなきようにって言い回しがあるから、てっきり夢夢と呼ぶんだと思い込んでたけど、この前サキが明晰夢だと教えてくれた。明晰夢は自分の思い通りに内容を変えられるとも聞いた。大スターになったり空飛んだりもできるってわけだ。だが全然話が違う。今の俺は完全に傍観者だ。
ガキの頃の俺は勝手に動き勝手に喋ってる。ビデオカメラで映した映像をただ見せられてる感じだ。だからこの先に起きることを止められねえ。きっと後味の悪い夢になるだろう。僕は創業家の嫡男だから、いつかパパの後を継ぐ。僕もいっぱい勉強してパパみたいな立派な当主になるんや。さすが坊ちゃまです。旦那様もさぞお喜びになるでしょう。私も執事として鼻高々でございます。経済界の重鎮だの創業家の嫡男だの、そんな言葉の意味が分かってたわけもない。両親とじいやが笑って喜んでくれる。ただそれだけでよかった。だがそんな日々は唐突に終わる。さあ旦那様と奥様のところへ参りましょう。久しぶりに坊ちゃまとお出かけになられるのを首を長くしてお待ちでしょう。参るのが遅くなりまして申し訳ございません。お怪我のお加減はいかがですかな。僕痛くても全然泣かなかったんだよ。パパもママも褒めてくれるよね。坊ちゃま、実は。じいや、どうしたの。いえ、何でもございません。きっと旦那様と奥様を褒めてくださるはずです。ガキの俺には分からなかったが、その時にはすでに両親はあの世へ行っていた。交通事故の後、重傷だった両親は集中治療室に運び込まれていたが、親父が死ぬと後を追うようにお袋も息を引き取ったらしい。俺が死なずに済んだのは、両親が折り重なるように身を挺して俺を守ってくれたからだった。たくさんの人がお見舞いに来てくれるのはパパとママが立派だったからだね。親戚もいっぱいいるんだね。僕知らなかったよ。じいやはみんなに会ったことがあったの。いいえ、お会いしたことがないのはもちろんですが、お名前さえ存じ上げない方もおりました。ふーん、そんな親戚もいるんだ。変なの。後々知ったことだが、この時の俺は宝くじが当たったやつ状態だった。それも途方もないほど高額の宝くじだ。見舞いに来た連中の大半は宝くじのおこぼれに預かろうとしていた連中だ。その後見かけたこともない奴らがほとんどだった。自称親戚どもは置いておくとして、他の親戚たちがどうだったかというと、いつまでもメソメソしてちゃダメだぞ、何も心配いらない、おじさんとおばさんがついてるからな。セナ君は一人じゃない、私たちが力になるわ。おじさんに任せておけ。君のパパに頼まれてたんだ。困ったら何でも言って。ん？何でも？本当のママだと思っていいのよ。パパとママはきっと天国から今も見守ってくれてるわ。だからおばさんたちと一緒に頑張りましょう。まるでどっかの感動もののホームドラマだが、当時の俺は親戚がいてくれてよかったと本気で思ってた。上っ面だけの優しさだなんて気づきもしなかった。これがどっかのスーパーヒーローの話なら、おじさんとおばさんが本当の両親以上に立派な両親になってくれただろう。それだけじゃなくて、悩んでる俺に大いなる力には大いなるなんちゃらが伴うなんて助言までしてくれたんだろうが、現実は違う。親戚たちの目的は単純に愛禅家の財産。ただ俺の御家人になりたい一心で俺に気に入れられようのとしてただけだった。親戚たちは俺をめぐって骨肉の争いを繰り広げたが、揃いも揃って建前や体裁を気にする連中だった。だから俺を露骨に奪い合うようなことはしなかった。順番に俺の家に来て俺と一緒に暮らして、俺の方から自分たちを選ばせようとした。
一族の誰もが自分たちこそいい家族を演じられて、他の親戚たちは必ずボロを出すと思っていた。本当にどうしようもない連中だ。そんなわけで、俺はてめえの家にいながらにして親戚たちの間をたらい回しにされることになった。ずっと変わらなかったのは執事のジーヤだけだった。俺を財産のおまけとしか思ってないような連中だ。一緒に暮らせばガキの俺でも何か変だと気づいた。本当の意味で家族になろうとしてくれる人はいない。彼らと一緒に暮らしたのはそう思い始めた時だった。両親が死ぬ前からちょくちょく会ってた親戚たちだ。物静かな叔父に、なんたらジェンヌみたいに上品なおば、その娘でスポーツ万能で活発ないとこ。前から知ってたこともあってか、彼らには愛情を感じた。どう言えばいいかわからねえが、彼らは俺をお客さん扱いじゃなくて本当の息子のように扱ってくれたからだ。中でも優しくて心の温かいおばは特別な存在だった。よく笑う、笑顔の綺麗な人だった。ガキなりに気を使って誰にも心配をかけないように部屋の隅で両親のことを思って泣いている俺を見つけて、我慢しなくていいと一緒になって泣いてくれた。それにそっくりじゃなかったが、お袋の姉さんだけあってお袋の面影があった。火の打ち所のない母親代わりだった。ただいまー。俺は心の底からおばを信じきっていた。だが全て表向きだけのことだとこの日に知る。じいや、おもちゃ屋さん休みだったよ。あれ、いないのかな。うん、奥の部屋から話し声が聞こえた気がした。部屋に近づくと扉の隙間から会話が漏れてきた。いかにも母親っぽく抱きしめてやったら、ギュッと抱き返してきたのよ。気色悪くて突き飛ばしかけたわ。ちょっとやりすぎかしら。後のことが心配になってきたわ。別に問題ないだろ。用が済んだらどっかにやっちまえばいいんだ。それもそうね。海外の全寮制の学校にでも放り込もうかしら。パパとママなんて全然マシでしょ。私は学校から帰ったらずっと一緒なのよ。こっちは顔を見るのもうんざりなのに、どこ行ってもついてくるし、ああ思い出すだけでも息が詰まる。そんなに目障りなら思い切って足の骨でもへし折ってやりなさいな。そうしたら部屋からだって出られないわ。そう思っていても口には出すな。今のままいい家族だと思い込ませておくんだ。内心ではどんなにゴミ扱いしててもな。家政婦は見たならぬガキンチは見たってやつだ。信頼していた人たちを一瞬で失った。そしてその後も似たような現実が待っていた。演技がうまいか下手か、違いはただそれだけだった。